数人にしか発表したことないんだけど、不可能なされるっていう曲名です。で、まあそうだね、この曲が言ってるように不可能って経験したことあるかなと思って考えてたんだけど、奇跡っていうと私の頭のイメージに最初にこう浮かぶのがね、こうすぐに何かがパッて起きるみたいな、わかる？はい、なんか突然パッみたいな、光あれみたいな、そうよかった、そうみたいな、そういうイメージだったんだけど、でもね、こう不可能なされること、奇跡が起きたことって、まあ考えてみたら、あ、自分の人生にもあったなって思ったのが、ね、留学ずっとしたかったのね、うん、CFNI にずっと行きたくて、ね、本当に自信持って、誰に聞かれても次何するのって聞かれたら、私は CFNI 行く、何も決まってないみたいな全然お金もないし、ね、どうやってそこに行けばいいか分かんないけど、すごい強い思いだけはあって、でもすごい祈ってたのね。最初いろいろね、その申し込みをして、スカラシップじゃないといけれないって思ってたね、お金、金銭的に、うん、だからスカラシップがダメになったら、もう神様の御心じゃないと勝手に思ってたのね。で、でそれがなんと合格にはなったんだけど、行けたんだけど、スカラシップはもらえなくて、もう本当に神様の御心だからいいって言ってもなんかこう完全に拒否して、もう何をこれからしていけばいいか分かんないけどいいんだってね、すごい落ち込んでたのね。でもなんか、いや、神様が最初に与えた思いだし、この夢は諦めてはいけないなって、こう改めてね、神様がその思いを、そういうことじゃないんだよって教えてくれてで、まあ本当に時間はかかったけど、本当に奇跡的になんかいろんなつながりのおかげで、CFNI のトゥイションオンリーが受かって行くことができて、もう金銭的にも本当に恵まれて、もう1年行くところが2年も行けてっていう奇跡が起きて、本当にね、こう時間はかかったけど、自分のタイミングではなかった、こう神様の良いタイミングで行けたから、本当にそのおかげでいろんないい出会いができたり、ね、いい仲間がそこで巡り合えて、不可能を可能にするってかっこいいなって感謝してる。かっこいい、超かっこいい。かっこいい。そう。そうだよね、うん。ゆかりもある？私もある。私は、私が11歳の時に転換持ちになってしまって、当時は治らないです。まあ、むしろ悪化しますみたいな言われて、まあそれで苦しむ感じだったんだけど、ある時私が小さい頃からお世話になってた先生が、3日間祈りの集会をしますっていうことで、3日間お祈りをして、その治りますっていう信仰をね、持って治ります、まあ不可能だけど治らない、病気その当時はまあ治らないって言われてたけども、治りますっていうことで、なんかもう半年に1回の検査終わった後にもう1回やってくださいみたいな、うん、先生たちは、え、変わらないよ、そう変わらないよみたいな、不可能だよみたいな、無理無理無理って言ってたんだけど、 MRI してもらったら、ないないみたいな同じ子ですか同じ子ですっていう感じで、もう本当に癒された。でもやっぱり治るまでのその過程はやっぱり長かったし、苦しかったし、いつもうこれは終わらないものだって思ってたから、うん、もう奇跡みたいな。子供でもそうやって自分は思ってた、子供の時でももう治らない、もうどこに行っても倒れるしっていう、そう、もうびっくりするくらい苦しんでたし、これはもう無理だみたいな、そう、その時の考えはすごい覚えてる。まあ今の話の共通の部分は、なんかやっぱりその私たちが奇跡を見たいって思った瞬間って、その瞬間に見たいから待つことができない、ね、今じゃないともう余計に不可能になるみたいな、なんか謎な、ね、考えになると思うんだけど、神様は本当に不可能を可能にすることができるから、本当に期待してないような形でそれが起きることも OK に
ね、してそれを待ち望んでほしいなと思う。アーメン。アーメン。アーメン。できないことなんて何もないって書いてあるから、命の言葉を信じて歩き続ける今、Thank you.